衝撃、間違った人生を進むと現れるスピ的サイン9000。人生は日々分岐の連続です。就職、結婚、マイホームの購入、こうした大きな分岐点もありますが、コーラを飲もうかお酒を飲もうか、いや、ここは健康と節約のためにお水にしよう、こんな些細な分岐もありますね。今回はあなたが人生の数ある分岐点で間違った選択をしてしまった際に現れるスピリチュアル的なサインを9つお伝えしたいと思います。選択を間違ってしまうと人生が滞ります。物事がスムーズに運ばなくなってしまうんですよね。それでは早速見ていきましょう。1、孤独を感じる。これまで親友だと思っていた人、仲がいいと自分で感じていたような人がいたのに、急にその人たちが敵に見えたり、なんとなくもう会いたくないなと思ったり、人は間違った選択をしているとき、自ら分離し孤独を作ろうとしてしまいがちです。これは明らかにあなたの魂が求める方向性とは真逆です。立ち止まり、冷静に一息ついて考えることが大切です。2、他の選択肢がやけに見える。あの人の人生は面白そうだな。あんなこと私もやってみたいな。あなたが間違った人生を歩いている場合、自分が歩いている人生以外の可能性に非常に敏感になります。潜在意識があなたが本当に選ぶべき選択肢を検索してあなたに伝えようとしている状態です。他のこと、他人のことが気になってしょうがないなら、一度あなたの心の声を丁寧に聞く時間を取るようにしましょう。3、無意な時間を過ごしてしまう。何の目的もないネットサーフィン、ただただぼーっとするだけの休日、そんな無意な時間を過ごしてしまうことが増えれば、あなたは魂が求める方向性を見失っている状態です。長期的なことがわからなくても構いません。今あなたがやるべきことは何なのか、目の前のことでもいいので、あなたがすべきことをきちんと明確にする必要があります。4、やっていることに興味がなくなる。やっていることに限らず、いつも接している人なども同様です。最初は楽しい気持ちやワクワクした感情を持っていても、あなたが間違った人生の使い方をしているときは、そのやっていることやその人たちとのコミュニティに興味がなくなっていきます。しまいには自分の気持ちをどうにか奮い立たせなければ、その物事に取り組んだりその人たちに会うことができなくなっていきます。こうしたケースでは一度立ち止まり方向性を見直すべきタイミングに来ているでしょう。5、部屋が汚い状態にある。間違った選択をしてしまっているというよりは、間違った選択をしやすい状態にあることを示します。部屋の状態はあなたの心の状態とリンクします。部屋が汚くごちゃごちゃしている状態なら、あなたの心も思考もごちゃごちゃした状態です。人生の分岐点において間違った選択をしやすい状態にありますので、まずは部屋のお片付けから始めましょう。6、苦労や苦痛を感じる。進むべき人生を歩めている人は、周囲から見た時に大変なことをしていたとしても、当の本人は苦労や苦痛を感じることはありません。逆に言えば、あまりにも苦しい、そんな状態にあれば、あなたは間違った選択をしていることになります。7、変化を欲している。多少の不満はあれど、特に問題のない毎日を送っていても、どこかマンネリや違和感を感じてはいないでしょうか。
そうしたマンネリ感や日々の生活への違和感がどんどん大きくなり、今を変えたいと強く思う状況なら、あなたが現在していることはあなたの魂が喜ぶ選択ではないということです。今一度考え直すべきタイミングなのかもしれません。8、無性にイライラする。鬱屈したストレスが溜まってはいませんか？そして無性にイライラすることはないでしょうか？普段はそんなに気にも留めてないことなのに、無性に目くじらを立ててはいないでしょうか？あなたが間違った選択をしている時というのは、なんとなしに気持ちがささくれ立つものです。はっきりとした理由がわからない場合でも、なぜかストレスがたまる、イライラするというなら、あなたの人生の選択を見直す時期なのでしょう。9、体調不良に陥る。何かが違うという違和感は体にも現れます。普段引かない風邪をひいて、一度ゆっくり休まざるを得ない状況に追い込まれる。それは考え直しなさいというメッセージかもしれません。過去の人生を振り返ると、私自身もそういったタイミングがあったなと感じます。確かにその時はろくでもない選択をして、どん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 うまくいかない方向に歩いていました。そしてうつ病、収入ゼロ、大病、そんな出来事が起きて強制的に道を正される、そんな結末になってしまいました。自分であらかじめ気がつき修正することができれば、もっとスムーズに自分にとって正しい道を歩めるのかもしれませんよね。もしよかったら高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしています。